昨日夜11時ごろ、自衛隊が保有する防弾チョッキとヘルメットを乗せた自衛隊機が小牧基地からウクライナの隣国ポーランドに向けて出発しました。日本政府は防弾チョッキなどの防衛装備品を他国に提供することにはこれまで慎重で、ウクライナのような交戦中の国に提供するのは異例のことです。ウクライナ支援を進める欧米各国と足並みを揃えることを重視しました。日本政府は今後テントなどの物資も提供する方針です。